おはようございます、速回塾の久保です昨日遅くまで、えー、インドネシア経済セミナーの方にご参加いただきましてありがとうございました早速ですね、えー、たくさんの質問とあとインドネシアツアーにね、やっぱり参加してみたいという 声がたくさん寄せられております、まあ、今回7月28日からあー伺う私も行くんですけどもねこちらのインドネシアセミナーはもう締め切りが過ぎて3ヶ月ほど経ちますのでもうちょっとお申し込みできないんですけどもねまたね次回私はちょっとすぐに行くのは難しいんですけども、えー、皆さんとね時間を合わせてそっか熟熟成でボーンとねインドネシア行きたいと思います今回もね熟成さんばっかりなんできっとですね、えーまあ、仲良しがたくさんできると思うんですよ 特に今回、1年半ほどですね47都道府県オフ会っていうのをやってきましたけども、それぞれの地区の、まあ、まとめ役といいますかね、ね幹事さんとか、それから Facebook とかに顔をよく出される方がもう結構ね多いんで、まあ、すぐにお互い、ああ、あなたねって分かるんではないかなと思います。引き続き続 インドネシアの経済に私は、ね、かなり、えー、もうエネルギーを傾けていきたいと思いますので、まあ、よろししくお願いします、まあ、私、向こうで、ね、法人を作ったりとか、向こうで、えー、住まいを持ったりしようかなと思っているんですよ、まあ、いわゆる居住権ですよね。 えー、居住権というのはスパッと持つことが難しいようだったら就労ビザというものがあるんですよね向こうで仕事をしているという形で滞在する権利を1年間ほどいただくというものですよねこういったものもどん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 ん私があ行くことによって分かってくると思いますのでその分かったものをどんどん,どん,どん皆様の方に、ね、アウトプットして、まあ、グローバリズムの波を起こしたいなと思っております、はい、でもう一つの連絡は2034フェスですね こちらの LINE グループができましたので LINE グループに参加をご希望の方はぜひ、ね、私の方にメールをお寄せいただきたいと思いますその際ですね LINE グループに招待するための段取りとしてまず私と LINE グループに入りたい方が LINE の友達になっている必要があるそうですよね、まあ、ですので私の方にお電話番号と LINEID を おそして教えていただいてで、誰々さんっていうね、その LINEID の持ち主は誰なのか、この3点をお願いしたいと思います。矢野さん、ありがとうございます、こちらこそ。えお名前でしょ、それから LINEID、それから電話番号、この3つによって、 どれかでね私があの友達申請を送りますんで承認していただいた後 LINE グループに招待ということになりますこの2034フェスの LINE グループの使い方なんですけども基本的には次はどこで何時から2034フェスいわゆるナイト2 0 0 0とね R34 で集まるかってことをご報告しますでそれに基づいて、まあ、ちょっとね場所に集まる段取りを組んでいただいたりとかっていう全国オフ会のまあなんかね 要素を呈していいるかなというとうころでございますそれからですね、えー、参加者さん、皆さんからの発言っていうのは特に、えー、必要ないと思いますけども、ただですね、一点使っていただきたいのは、車の乗り合わせとかで行きませんかっていう呼びかけは大いにやっていただきたいと思うんですよね。えーまあ、その辺、お願いしたいかなと思います。もちろんね、そ LINE グループの登録者さん、それぞれを通じてですね、 個人的な仲間の作り合いとか、それから他のこんなあイベントで LINE グループ作りませんかみたいな全国規模のグループ作っていただいても嬉しいかなと思います。えー、基本的にはね、えー、前向きであのお互いを尊重するようなそんな2034フェス、えー、LINE グループにしたいなと思ってますんで、皆さんのご協力をよろしくお願いします。それでは本日は2点お知らせしましたんで、えー、これからも即果塾並びにですね、2034フェスナイト2 0 0 0よろしくお願いします。それではお願いします。